皆さんこんばんは。新人バーテンダーの酒井光大です。よろしくお願いします。ということでね、始まりました酒井光大の目指せ一流マスター。今回は6回目の出勤日、つまり本日が最終日かっこ仮ということでございます、このバーでは新人バーテンダーの私酒井光大が6ヶ月という限られた期間で一流のマスターになれるように、カクテルや料理、接客等さまざまなスキルを習得していく予定となっております。そしてこちらがね、教育係のファルゾーです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ファルゾーです。いやファルゾー、この期間中だいぶ太っちゃった、どうしよう。マジでやっぱ外にほとんど出ないから、仕事以外でほとんど出ないから、この1年間ぐらいでたまりにちょっと溜まっちゃったかもしんない。ちょっとだからこのね、まあ、以上っていうかもうこれ自前なんですけど、結構ねこの辺がねきつくなってきちゃってやばい。マジで、はい、あらららついにやばいじゃん。やばいんですよ。だからもう最近あの20時以降は炭水化物取らないようにしてます、あるね、そうね、はい、もう野菜か、もうそれ、あの8時以降食べるんだったら野菜か、まあ、あとチキンとか、そういう、まあ、炭水化物を抜いたものを食べるようにしてますけど、食生活とかどう？あるぞこのコロナ禍で、いつもお店が終わった後めっちゃ食べるよ。でもファルゾー痩せてるよね。ファルゾーでもあの運動してるから。あ、そっか、そサッカーしてるんだ。あ、だからか、一応軽く運動はしてるんだけどな。サッカーやろうよ一緒に。いや、やりたいっす ね。確かに。いやいや、でも本当にね、もっともっと多分ね今以上に運動しないと、ちょっとやばいことなりそうなので、ちょっと気をつけたいなと思いますけれども、はい、ちょっと、ね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。当店前半40分の営業時間は誰でも入場できるんですけれども、後半は VIP 会員様限定となっておりますので、よろしくお願いいたします。会員限定パートでは僕が料理に挑戦しましたり、ダミーヘッドマイクを使って皆さんからいただいたお悩みに答えるコーナーなど盛りだくさんでございますので、ぜひぜひね、まあ本日最終日ですけれども、いろいろね今後も何かしらあるかもしれないので、ぜひね、ご検討いただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは本日約80分よろしくお願いします。はい、というわけで改めまして酒井光大でございます。よろしくお願いします、はい、というわけで早速コーナーの方行ってみたいと思います、はい、お客様からのお手紙ということでね、まあ、いわゆる普通お歌のコーナーでございますよ。皆さんの身の回りで起きた、まあ、ちょっとした出来事だったりね、こんなことあったよなんていうね、お話を、まあ、何でもいいので、募集しておりまして、たくさんお手紙いただいておりますので読ませていただきたいなと思います、はい、まずは、目覚ますネームローズ姫からいただきました。ありがとうございます、ぼっちゃんファルゾーくんこんばんは。こんばんは、あっという間に6回目の開店、ラスト出勤になってしまい寂しいです、2月末に酒井さんがちょったくにゲストでご出演されて、新番組開始のお知らせを聞いたのがつい先日のように感じます。確かに先日って感じがする、ぼっちゃんの立ち振る舞いに対してファルゾーくんのご指導とツッコミが入るのがいつもいいテンポで名コンビだなと思っておりました。お悩み相談のコーナーに真摯に向き合う真面目なお姿や、ゲストの方と居酒屋での飲み会のように盛り上がったりと、緩急が効いていて毎回すごく楽しませていただきました。ありがとうございました。またぼっちゃんのお店にご来店できる日が来るといいなと思っております。いや嬉しいですね。名コンビだって。いや本当にそう思ってる。噛み合ってるかな。いやでもね楽しいよ。いや僕もすごく楽しいですよ。やっぱあのファルゾー本当にこうおっしゃってるように緩急というか、ファルゾー自体が、あのなんかこう厳しく締めるところはガツッとね、やっぱりもう今までの経験がありますから、はい、本当ズバッと指摘してくれますし、褒めてくれるじゃん、はい、優しくね褒めてくれる時もあって、うん、やっぱその飴と鞭が非常に僕としては心地の良い、うん、そうなの、よかったと思っておりますけれどもね、いやいやいや嬉しいですね、はい、ありがとうございます。まあ、今回ね一応6回目の出勤ということで、今までの集大成というか、まあ、僕が学んだことをどこまでね、最大限発揮できるかっていうところもね、楽しみに見ていただきたいんですけど、よろしくお願いします。頑張りますので、
じゃあどんどん読んでいこうかな、はいはい、続きまして、目覚ますネームマイヤ姫からいただきました。ありがとうございます。坂井ぼっちゃん、ファルゾーさん、こんばんは。こんばんは。毎回ぼっちゃんのてんやわんやでざわつく目覚ますも気づけばあっという間に今日で6回目を迎え、できることなら続いてほしいと願いつつも、ラストの文字にとても寂しい気持ちでいっぱいになっております。毎月欠かさず通って成長の過程を見守らせていただきましたが、スキル面では若干の不安を残しつつも笑い、ぼっちゃんの悪戦苦闘しながらも笑顔を絶やさず最後まで挑む姿勢は、まさに一流だと思いますし、私自身も見習わないとなと感化されました。何をもって一流かは考え方によって違うと思いますが、お客様の心に寄り添うことが上手な坂井坊ちゃんの良さを存分に生かして、素敵なマスターになれるようこれからも応援しています。そしてぜひまたお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。という、まあそうですよ。とにかくね、何かあっても、笑ってごまかすと。言い方ですね。笑ってごまかすと良くないですよね。まあまあなんか困難があっても、まあ笑って乗り切ると。頑張ることはまあ大事だと思うんですけどもね、まあ、基本的にそれを信条に僕は今までね、声優のお仕事もやってきましたし、こちらのね、マスターの方のお仕事もね、なんならだって翔ちゃんに一応勝ってるからね。あ、そうだそうだよ、あの人大先輩なのに長いことやってるけどさ、確かにそうだ、勝ちましたね、謎のカクテル勝負でそうだめちゃくちゃあの自由に作りましたけどね、あのバランスもあの何も考えずにやりました。意外と美味しいものできるんですね。まあ変なもの入れなければね。そう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 。ファルゾーも作ったことあるの、オリジナルカクテル？あるよ、あるある。ファルゾーオリジナルってのは難しいね。難しい。大体さ、あるんじゃん。ある。名前もうやっぱ完全にオリジナルってもう無理かな。難しい。さすがにこれだけお酒の種類いっぱいあると。そうなんだ。うん、まあ、でも自分のって言えば、確かに言っちゃえば一応大丈夫ですよね。オリジナルですもんね、僕が作って。分量ちょっと違えばもう、確かにオリジナルだ。無限大じゃないですか、カクテル。いやーすごいな。ぜひなんか皆さんもね、あのオリジナルのカクテル、もうレシピ忘れましたけど、さすがに。そうね、結構酔ってましたしね、まあ、あの番組もう一回見ていただいて、オリジナルカクテルね、我々、考えた狩野さんと一緒にっていうか、それぞれ考えたカクテルね、作って楽しんでいただきたいなと思います。はい、はい。続きまして、目覚ますネームタミ姫からいただきました。ありがとうございます。坂井坊ちゃん、ファルゾー君、こんばんは。こんばんは。もう6回目ですか。早すぎますね。この半年間目覚ますでいっぱいいっぱい楽しい思い出をくれてありがとうございます。さて今日は、ラストですから振り返るような質問をします。今までの回を振り返って目覚ますで学んだ一番面白いことは何ですか。一番印象的なハプニングは何ですか。過去ファルゾー君が答えてもいいですよ。自分が一流マスターになったと思いますか。個人的にはぼっちゃんのカクテル作りの腕がだいぶ上がったと思います。最近のカクテル作りが綺麗になりました。あとは冷蔵庫を閉めることや片付けを忘れなければ100点満点です。笑い。今日のラスト出勤楽しみにしております。頑張ってください。ぼっちゃんが一流マスターになれることを信じております。ということでございます。なるほどね。ハプニングだらけでしたもんね。うん、まあ個人的にやっぱ印象残ってるのは、うん、広瀬さんがお客さんで来た時かな。あんなにベロンベロンになってる広瀬大輔を僕は見たことがない初めて。確かに。ただどんだけ酔っても、うん、顔は綺麗、イケメン。綺麗だったね。古いよな、なんかヘラヘラしてでもイケメンだし。僕なんてヘラヘラしてたらただのヘラヘラしてるおじさんおじさんですからね。そんなことないけどさ。いやだから、うん、あれはなんかすごい新たな一面を見れて楽しかったですね。うん、プライベート感あったね。いや確かにもう完全になんかもう居酒屋配信みたいな。そうだ、あれからもうね、よいしょが口癖になっちゃってさ。でね、言ってたよね、ファルゾーね。他の番組でもなんかあったらもうよいしょって言っちゃうもんね。いいな、切り替えの一言でやっぱいいですもんね、よいしょね。困った時にね、うん、役立つね。確かに。なんかファルゾーはある？まあちょっと難しいかもしれないですけど、ハプニングとか。そうだね、やっぱもう出ちゃってるけど、うん、レザーガールって言うのは確かに、うん、あれ好き、うん、あとはまああれかな、包丁さばきかな。本当はね、赤いの出なくて。いやいや本当に、いやでもまだ分かんないですよ。今日ありますから
自分で言っといてあれですけどね。あ、ちょっと今お酒いただいております。このレモンサワー、乾杯し、あ、じゃあ皆さんせっかくなのでね、まあちょっと唐突ですが、ラスト回転記念ということで、まあ何かお飲み物をお手に持っていただきまして、はい、じゃあ一緒に乾杯したいと思います。いきますよ、乾杯乾杯乾杯。レモンサワーいただきます。レモンサワーなのそれ。これレモンサワーです。本当はビール飲みたいんですけど、あ、やっぱお腹に、なるほどね、しちゃうんで本当に気をつけないと、マジで、はい、ほっこりお腹にちょっとなりつつあるので気をつけないと。やっぱ一番つくよね。そうなんですよ、やっぱりね、この年齢になってくると徐々にやっぱ、ね、あの落ちにくくなるんですよね。代謝がやっぱり落ちてくるから、どうしても脇の方についてくるもんね。そうそうそう、燃えにくくなるんですよね、脂肪が。まあまあまあそんな感じでございます、はい、まだいけますかね、もうちょっと、うん、もうちょっと、はい、目覚ますネームどっこいしょーと言ってしまう24歳さんからいただきました。ありがとうございます。酒井坊ちゃん、ファルゾー、ご来店の皆様こんばんは。今日が、ラスト営業日と聞いて時が経つのが早くてびっくりしております。しっかりVIPタイムまで楽しませていただきますね。ところで、私は昨日急にカリフラワーが食べたくなりました。なんかカリノさんつながりかな。数年前までカリフラワーは大嫌いだったのですが、フィンランドにいた時ホストファミリーが食べていたので頑張って食べたらなんと美味しかったのです。ちなみに調理されたものではなく生のカリフラワーをそのまま手でむしり取って食べるスタイルです。笑い、それを思い出して買って食べたのですが、なんと甘みが足りず美味しくなかったのです。アレンジが必要だと思い、チーズをかけるオリーブオイルプラスクレイジーソルト、ポン酢プラスごま油プラスラー油などいろいろ組み合わせを試したんですけれども、どれも普通な感じで…ということで、酒井ちゃんはカリフラワーを食べるとしたらどのような料理や味付けを思い浮かびますか。バルゾー、お酒に合いそうなアレンジがあったら教えてください。今日の夕飯にします。月一のハラハラドキドキ生放送観覧とても楽しかったです。またいつか臨時営業などで来店できたらいいなと思いながら今日楽しませていただきます。営業ありがとうございました、お疲れ様でした、という。僕もカリフラワー僕ね10年以上食べてないんですけど、うん、今思い出したのが、よくね実家で出てたのが、うん、カリフラワーに酢味噌をつけて、うん、まあちょっと甘辛いというか、うんうん、あれをつけて食べるのがなんかうちは結構ポピュラーでしたね。なんかあんまりこう味の主張ってもともと強くないじゃないですか、カリフラワーって。だからまあいろんな味付けに合うと思うんですよ。なんか梅ドレッシングとかも合うし、まあ、普通になんか市販のドレッシングとかでもいいと思うんですけど、結構ねあの酢味噌和えが美味しかったですね。それはなんか茹でた、あ、でも茹でてはいますね。やっぱさすがに蒸し取ってそのまま食べるなかなかワイルドなスタイルですけど、うん、まあフィンランドのじゃあカリフラワーはそのままでも美味しいってことなのかな。なんか大地が育んだ感じ、なんか自然多そうなイメージありますけどね、フィンランドって。なんとなくですけど、だからまあぜひ楽しい、試していただきたいなと思いますけど、なんか行ってみたいけどね。なかなか今ねやっぱご時世的なところもありますし、海外旅行って行けないと思いますけれども、どこ行きたいですか。どこでもいいよ。あ、僕はこれずっと本当新人の時から言ってるんですけど、あれど忘れしちゃった。こういうのがもうねちょっとやっぱ若干年齢を感じるんですよ、あ、モルディブ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 ですよ。なんだっけ、モルディブ。あのあれです、あの水上ビラとかがあるやつです。よくあの新婚旅行で結構行く人が多い。結構一泊多分ね、いいところで30万40万ぐらいするんじゃないかな。めちゃくちゃ海綺麗で、でその水上にまあなんかあの本当コテージじゃないですけどが浮いてるような感じなんですけど、なんかモルディブの海にすごいなんか惹かれるんですよね。別になんちゃあるわけじゃないんですけど、だから行きたいなって思いますし、あとハワイとか一回も行ったことないので行ってみたいですね。グアムは行ったことあるんですよ。グアムとオーストラリアは小学生の時に行ったことあるんですけど、その2カ国だけなので行ったことあるの。あ、そうなの。はい、あんま行ってないんだよね。大人になってから1回も行ってないですね。ハワイよ、ね、でも本当に若い頃は、まあ今も若いつもりではあるんですけど、あんまりやっぱ海外旅行ちょっとそんなにめっちゃ行きたいなっていう感じはしなかったんですけど、確かになんか徐々に年齢を重ねるにつれてやっぱ視野をこう広げていきたいなっていうのはあるので、やっぱご時世落ち着いたらなんか行ってみたいなと思いますけどね。アメリカ遊びに来てって誰かに。あ、本当ですか。アメリカ見てくれてんのかな。でも英語喋れないからな、どうしよう。身振り手振りでなんとかなるかな。ボディランゲージでなんとかしよう。なんとか頑張ります。
ちなみにファルゾーなんかあるの？行きたいところとか。ファルゾーはね、サッカー好きだから、サッカー見に行く。そう、でもバル、スペインの、あのリーグを見たいな。あー、スペインリーグ。スペインリーグってなんていうリーグでしたっけ？リーガエスパニョーラだ。でもメッシがいなくなっちゃったから、ね、あー、ね、そっか、最近ね、ニュースになってましたもんね、メッシ。ちょっと行ってみたいですね。あれはあるよ、イングランド。イングランド。フランスは行った。パフュームのライブを見に。あ、そっちあれ、サッカーはサッカーは全く見れない。時期がね、やってなかったんだよね。なるほど。日本人を見に外国に行ってわざわざ。え、じゃあ熱狂的なファンなんだ。あ、当時ね。当時は、今も好きよ。今も好きだけど、当時ね、大好きで、全通とかしてた。すごいな。あの人たちのライブはね、本当一生勉、あのボッチャは勉強なんじゃないですかね、すごいんですよ、あの演出が。演出が、もう、まあ長くなるからこの辺にしますか。わかりました。なんかじゃあDVD とかあったらちょっとね、見てみたいなと思いますので、ありがとうございます。もう一つぐらい行きましょう。はい、ね、せっかくですからね。はい、どうしようかな。あー、ちょっと待って、待って。どうしようかな。結構ね、皆さんねぎらいのお言葉をいただいてる方がね、結構いっぱいいらっしゃって。まあ、とはいえちょっと本当に普通のお便りをじゃあちょっとその中でも読ませていただきたいなと思います。目覚ますネームリンリン姫からいただきました。ありがとうございます。こんばんは。今月も楽しみにしておりました。8月は雨の日が多くてなかなか気分も晴れないまま、仕事へ行く日々です。教えてほしいのですが、テンションやモチベーションを上げたいときはどんなことをしてますか、というめちゃくちゃシンプルなお便りでございますけれども、いやー、でも確かにね、テンションってそもそも僕あんまり普段からガンって上がるタイプじゃないんですよね。そんなに。だからなんだろう、まあでもお酒飲んでる時とかは結構テンション上がっちゃいますね。だし、モチベーション上げたいときはやっぱり好きなことをするってことですよね、シンプルに。何でもいいと思うんですよ。僕はゲーム好きだから、やっぱゲーム好き、ゲームやったりとか、まあちょっとお酒飲んだりとか、気になってるなんか映画の作品見たりとかっていうので、あ、面白い作品見つけたら、あ、こういうのに出たいな、だから自分も頑張ろうって、まあちょっとあくまで僕の話なんですけど、っていう、こうモチベーションにつながったりもするので、やっぱり好きなことをやるっていうのが一番シンプルでいい気がしますけどね。ファルゾーはね、ここね、実はそこそこいいスピーカーがね、設備であるんですけど、DVD とかを爆音にして一人で、なんか聞いて、うわーって一人でテンション上げて、いい、それいい、それたまにやる、そういうのあるでしょ。あるあるある。もういないからもう行った、爆音で、爆音で、うわーって見て、ちょっとね、周りには迷惑ならない程度の爆音で、そう、誰もいないと思って、ふわーってやって、楽しいわ、気持ちよかったって後ろ見たらスタッフ来てて、うわー、ここでやってるんです、なるほど、なるほど、ぜひじゃあ試していただきたいなと思います。まあ、今ちょっとファルゾンも言ったけど、あれだね、買い物するっていうのもいいよね。いいね、新しいなんかね、ものとか思い切って買っちゃうっていうの、いいんじゃないですか。全くね、物欲ないからな、買い物でストレス発散ちょっとできないタイプなんですよね。はい、というわけでたくさんお便りいただきましたけれどもね、なんかイラストとかもいただいておりまして、またちょっと別の機会に、紹介できればなというふうに思いますので、本当にたくさんのお便りありがとうございました。以上、お客様からのお手紙のコーナーでした。はい、さて次のコーナーに行ってみましょう。本日のカクテル。はい、このコーナーではですね、教育係のファルゾーが出したお題のカクテルを頑張って作ってみるというコーナーでございます。今日は2つあるんだよね。今日も2つ作ります、じゃあまず1つ目、は、まあ、おさらいと言います。おさらい、あの初回に作った、はい、覚えてるかな、大切り大切り、よく聞くよね、ショーちゃんも大切り聞く、はい、大切り、大切り、やべえ、
そっか、はい、唾液に何に使うかもちょっと今忘れちゃった忘れちゃった、ごめんなさい、ポンコツすぎる。唾液にはね、はい、ラムちゃん、うん、ラムちゃんダッチャマカルビ、あ、これだ、はい、ラムちゃん、はい、ライムジュース、ライムジュース、ライムジュース、ガムシロ、ガムシロ、はい、お、これだけ、シンプル、非常にシンプルだ。シェイカーフリフリのやつね。シェイカーフリフリのやつ、はい、かしこまりました。じゃあまず台切りを作っていきたいと思います、うん、まずシェイカーに氷を入れて、氷入れます。いやなんか初心に帰る感じがする。そうだよ、台切りと、あの時もう一個何作ったっけ、なんだっけ、ブルーブルーハワイか、あ、違う違う、チャイナブルーか、チャイナブルーだ、そうだそうだそうだ、はい、これ入れた、これ入れた、入れた、はい、もうちょっと、もうちょっとやっぱ氷の量も大事なんだな、はい、で、バカルディを45ミリ、45、一番でっかいやつの、こっちだ、あ、大きい方か、はい、うん、うん、ちょっと漏れたはい、はい、でライムを15はないので25ミリ、これか、これは30 こっちか、あ、これだ、反対、反対はい、こちらですね、うん、空中で入れるんですよね。そうそうそう、うん、ういー、よし、ガムシロを、はい、ガムシロ入れてください、はい、ガムシロ直で、はい、はい、なんかでも結構早くなったね、教えてもらいましたけど結構手慣れた感じがする、なんか初回に比べたら、はい、ね、ちょっと皆さん見比べてくださいね、感じね、はい、というわけで普通を戻してなかったのはちょっと内緒ですけどね、はい、ただあれがないですもんね、氷をぐるぐるするのがアクションがないんですもんね、うん、こちらでいいのかな、いい、はい、うわー、よし、おー、あ、なんか当たり前だけど量もいい感じだな、うん、ぴったり、ぴったり、ビッタビタですね、ビッタビタの、いい感じや、はい、素晴らしい、あ、もういいね、はい、お待たせしましたね、はい、というわけでお待たせいたしました、大キリちゃんです、いい感じです、はい、できました、あ、泣いちゃうって書いてくれて、もうお母さんみたいな人がいるんですけど、成長したな、成長しましたね、まあ、ちょっとごめんなさい、結局教えてもらいながらでしたけど、うん、あのね、このちょっと分量とか、うん、でもなんかすごいやっぱ1回目に比べるとだいぶなんか、すごい早く感じたね、はい、ちょっとまあ自分でセリフで飲ませていただきたいと思います、ね、あ、これこれ思い出した1杯目の味、うわ、なんか懐かしいな、でもこれ飲みやすいよね、シンプルだし、うん、はい、大切り、こういうなんか名前の通り結構シャッキリしそうな味なんですよね、こう、そう、目が覚めそうな、大切りってなんだか覚えてない、いや覚えてないですなんか鉱山の人たちの話ですよね、それだけはなんか覚えてます、覚えてるじゃん、はい、うわー、嬉しい、シェイカーをね、ちょっと、はい、ゆすいでください、はい、うわすごい、うん、大切りシャッキリ、うん、確かに手際良いって言われてる、よしよし、あ、喋りながらも片付けできてますよ、やっぱね、狩野さんの教えじゃないですけど、やっぱ成長著しいね、今日は、はい、いや、いいね、続きまして、はい、次は本番です、はい、次がですね、うん、カクテル名がね、うん、オリンピック、お、ちょうど今パラリンピック始まりましたし、まあ、オリンピックちょっと終わっちゃいましたけど、うん、まさにですね、パラリンピックが始まりましたから、はい、パラの皆さん頑張って、頑張ってという思いも込めて、もうね、すでにメダルも取ってらっしゃる方もいらっしゃいますからね、はい、作ろうかなと思います、はい、オリンピック、はいはい、使うのがですね、はい、ブランデーと、ブランデー、オレンジクラソー、オレンジジュースなんですけど、はい、
ブランデーはね、そうこれだブランデーこなんでこの哺乳瓶みたいなの入ってるバブいね、本当はいろんなブランデーあるんですけど、はい、ここにはちょっとそれしかないので、はいはい、これもともとこの入れ物入ってるんだ、そう、ブランデー、まあ、諸説あるんですけど、はい、当時、はい、お酒あんまり飲んじゃダメって言われた時代に、うんうん、哺乳瓶に隠してたっていう、なるほどね、そう、その流れで、流れで、哺乳瓶作っちゃっていう、はいはいはい、かわいいよね、かわいい、はい、ここからそのまま飲めるわけではない、やばいやばいやつですね。でオレンジキュラソー、オレンジキュラソーはちょっと普通のと違う、ちょっとクアントロっていうの、クアントロ大代品です。クアントロ初めて聞きました。これか、逆、それこれ、あー、初めて、クアントロ、これオレンジの味がする、あ、オレンジ系の、はい、はい、と、はい、オレンジジュース、オレンジジュース、うん、オレンジ系のお酒でオレンジジュース、はいはい、これ全部20ミリ、全部20、あ、比較的簡単と言いますか、うん、ね、はい、さっき15がこれって言ったから、それはこれ30、あ、30か、30のやつで、うん、自分の目分量で20にすれば、あー、なるほどなるほど、なんか成長し、すげえと思いつつ、はい、ハプニング欲しいなと思ってていや確かになんか自分も普通にできすぎちゃうとちょっとなんかそれはそれでって感じですよね、なんか多分ね、みんな思っちゃってる確かになんか不思議、うん、欲しがりやさ、ちょっとやっぱ欲しくなるよね、欲しくなっちゃいますもんね、うん、まあこれぐらいかな、20は、うん、みんな欲しがってるいや、でも最後くらいはやっぱね、ミスらないように、うん、もう、接客をちゃんと学びましたから、いろんな人から、ありがたいですね、本当成長しましたよ。なんか本当に手際が良かったねなんか恥ずかしいっすね、なんかないかな、なんか起きないかな、なんか起きてほしいけど、いやー、うん、ちょっとやっぱできる男が、うん、できるようになっちゃいましたね。ちょっともっとカメラ目線で振ってよ、フリフリ笑顔、怪しい人が怪しく振っておりますが、はい、じゃあこちらちょっと三角のやついいのかな、はい、うおー、あ、美味しそう、あ、うん、ほんと量もちょうど、ね、やば、どうした、どうしちゃったの、あなた本当に坊ちゃんか、あれ、もしかして違う人、偽物が来てるかもしれない、うん、今日はお待たせいたしました、オリンピックでございます。いや、集大成感あるな。ちょっとじゃあ飲ませていただきたいと思います。うん。ちょっとね、苦味がありますね。まあオレンジジュースがいっぱい入ってる、いっぱいというか入ってるので、うん、酸味と苦味が結構強めの。うん、大人なカクテルですね、オリンピックという名前ですけれども、そう、うん、でも確かにこう金メダル感ありますね、あ、なるほどね、色的にも色はね、あ、そうかも、お、金を目指そうみたいな、そうなのかな、きっと多分そうでしょうね、うん、カラーリング的にも、うん、うわー、ほら、なんかべしゃりまで上達しとるんじゃないですかいやいやいや、そんなことは恥ずかしいな、それ言われちゃうと、まあ片付けもね、ちゃんとしつつ、うん、うわー、ちょっとうまくいきすぎて尺が足らないじゃんちょっと手早くいきすぎ、ちょっとじゃあなんかさ、オリジナルで作ってよ、あ、オリジナルカクテル作りますか、うん、どうしようかな、何があるんだろう、なるほどね、グレープフル、あ、なんかトマトジュース使ったお酒作りたいな、これはハードル高いぜ、ハードル高いですか、うん、なんか夏っていうイメージがあるから、うん、うん、どうしよう、何がいいかな、なんか
ラトマトみたいな感じ。ラトマトってあれ何入ってるんだ。ラトマトっていうお酒知ってます？わかんない。あ、トマトジュースに合うお酒って何なんだろう。トマトジュースってもうビールしか思いつかないけど。あ、レッドアイですか。そう。でもちょっと冒険してみますか。冒険しようよ。あんま苦味強くない系でいきたいんだよな。ジンとかにしますか。うん、これジンでしたっけ。あ、そう。ちょっとじゃあジンベースで、はい、これと、うん、もうちょっとなんか甘みが欲しいな、うん、むず。あ、ちょレモンとかいってみようかな。いや、痛い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 、今ビリってきた。いやでもちょっと、いやトマトジュースとレモン汁はちょっと微妙かな、うん、日和るな。日和ってるやついるわ。日和ってるやついるわ、ここに。あ、どうしよう。なんか、いや、グレープフルーツジュースもね、なんか一つアクセントになる何かが欲しい。ジンベースでトマトジュースプラス、なんかちょ、皆さんなんかない、なんかないかな。これトマトジュースと合うよみたいな、カクテルじゃなくてもいいんですけど。いや、もうここはさ、あ、もう自分のオリジナルで、はい、あんまり気にしなくていいんだよ。はい、パパパッと、パパパッと、パパッと、なんかパッパッとパッと。あ、じゃあタバスコとか入れる。うん、アロエ入れる。アロエ入れます。あ、アロエか。あ、でもわかんない、うまくなる。いや、確かにうまくなるかもしれないですもんね、うん、あ、じゃあちょっと待って、ライムジュースにしようかな、うん、なんかこれが一番合いそう。オレンジジュースとかだとちょっと強すぎる気がするから、うん、これでいきたいと思います。ちょっとこの3つで、はい、じゃあ、ライムとね、トマトも入れるってこと。はい、トマトも入れます。大冒険だ。冒険です。真夏の大冒険です。大冒険すぐ言う。流行ってる言葉すぐ言いたくなりますからね、真夏の大冒険。でもやっぱちょっと赤い色になってほしいんで、うん、やっぱトマトジュース多めに入れたいんですよ。で、お酒はちょっと少なめにしようかな、うん、まあだいたいジンを20くらい入れまして、うん、あ、いや、もっと欲しいな、この感じだと。で、うん、ライムジュースもちょっとやっぱ15ぐらいかな。あ、でも多すぎるか。入れて、うん、で最後仕上げに、うん、トマトジュースはちょい多めに入れます。わー、いいね、とろみがあって、うん、はい、よし。いや、結構なんか冒険な感じするな。よし、はい、どうしよう。量多そう、さっきよりちょっと多そうだからこれにしようかな、はい、うわー、どんな感じなんだろう。なんか、うん、ちょっとピンク色っぽい感じの。悪くないですよ、色はね。これ命名しました、はい、これは赤い髪のチェリーブロッサムというお酒でございます。です。お、なんかでも思ったより色はいい感じですね。匂いどう。匂い、あ、悪くない。本当、あんまトマト感ないぞ。うん、ちょっとじゃあいただきます。ちょっと酸っぱすぎます。甘みが欲しい。あ、ガムシロとか入れてもよかったかもな。入れればいいじゃん。あ、今から、うん、そんな追加ありなんすね。いいよ、いいよ。あ、いや、でもどうだろう。いや、なんかもう一品欲しい。甘みを足すとどうなるんだろう、これ。でもこれどうしよう。よしよしよし。
このステアは正直あんまり上達しなかったですね。ステアね。はい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 。これの方がいいかもですね。ちょっと甘みを加えた方が美味しいですね。やっぱトマトの味するの。トマトジュースとやっぱライムジュースがやっぱどっちもやっぱ酸味強系、強系だったので、うん、だから甘み強い系のジュースでも良かったかもしれないですね。まあ、ただ色はめちゃくちゃピンク色で、そうだね、ピンクというかオレンジっぽい感じのピンク、うん、綺麗ですね。はい、3種類作らせていただきました。でもだいぶ手際は良くなりましたね。手際はもうだいぶ良くなったね。うん、いや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 、まさか3品作れるとはね。1個増えたよ、はい、増えました。オリジナルカクテルも作りましたし、うわー、なんか感慨深いな。そうだね、はい、いやいや、どうでした改めて。パルゾー片付けまでし始めたよ、もう。そう、どうした、突っ込まれる前にやっぱりやっとこうかなっていう感じですね。なんかもう、おーって言いたくなっちゃう。おいしい。じゃあそこにカクテルを残しつつ、じゃあ一旦閉めてください、はい、かしこまりました。いや皆さんありがとうございました。というわけで以上本日のカクテルでございました。はい、ということで酒井光大の目指せ一流マスター、あっという間に前半終了のお時間でございます。この後は VIP 会員様限定でお届けいたします。後半は料理を作ったり、ダミーヘッドマイクを使ったお悩み相談など盛りだくさんでございます。はい、ダミー知らないという方まだいらっしゃるかもしれないんでね、せっかくだから一口いきます。パッと満開、というね、パッと満開って言いました。モローコンテンツ。まあでもね、そうなんですよ。A3 今盛り上がってますから。はい、ありがとうございます。皆さんね、プレイしてくださってる方も多いと思いますけれども、はい、という感じで、まあ指向性のあるね、マイクで、お悩み相談なんかもやりますので、ぜひね、会員登録の方よろしくお願いいたします。お店の方は、月1回の営業となっておりますけれども、それとは別にさらに営業終了後に収録した動画を、VIP 会員の方限定でお届けいたします。ちょっと今回は多めにおまけを用意しようと思って、そうですね、思っています。どれくらいかちょっとわかんないけど、未定ではございますけれども、お便りも、ね、読めなかったのよ、はい、読めなかった分も読ませていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。いや、目指せ一流マスター6ヶ月の修行も本日で一応一旦終了という形になりますけれども、まあ、まだ後半もね、ありますので、まださよならという言葉を使わないようにしますけれどもね、まだまだ、はい、皆さんぜひ VIP 会になって、最後まで応援よろしくお願いいたします。そして姉妹店のご紹介でございます。ドン、はい、こちら、今後のね、営業だったりいろいろありますけれども盛りだくさんですね。もう9月ですか、早いですね。わあ、矢尾さんの番組、宮村さんが来られるんだ。ちょうど僕ね、新エヴァンゲリオンをですね、見たかった、 Amazon プライムでようやく見まして、劇場にちょっとやっぱ行けなかったので、まあ、別にその全然大丈夫だ、行ってもいいと思うんですけど、なかなかちょっとやっぱ行く機会が、自分の中で見計らってたんですけど行けずで、でも、見れましたので、めちゃくちゃ語りたいというか、語りたいってそれはあれですよね、出てらっしゃる方と語るわけにはいかないですけど、まさにこう今ね、旬な方、時の人というか、まあ旬な方ですよね。はい、いやいや素晴らしい、もう9月か、本当に9月ですもんね。うーん、あー、新番組もね、重松さんの番組、ね、はい、始まっておりますね、はい、お医者さんです。お医者さんなんですね。また新しいちょっとお店ですね。そうなんですね、お店っていうか医者ですから、まあ、じゃあね、ちょっと1個ファルゾーニタウンのマップをお見せしてなかったかな、ちょっと出してください。このお店ではちょっと初かもしれないですね、目覚ましでは初かな、マップを出すの、まあ、ここ、はいはいはい、
はですね、ファルゾーニタウンっていう街の中にある店舗なんですね、バーファルゾーニね。あ、じゃあ僕とかカリのパイセンがやってるのこのバーですね。そう、で横に古書堂があったり、はい、いいおもちゃ屋さんあったり、格闘があったりね、はい、いろいろあるんですが、じゃあ新たにじゃあお医者さんを開業、お医者さんを開業したっていうことですね。うわあ、今カウンセリング受けてみたいな。でですね、はい、こんなものを作ってみました。どうぞ。お、はい、バルカライーストファルゾーニカラオケイースト店。あ、今までこれはなかった、うん、これね、今まだページないんですけど、はい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 、これを今作っております。新店舗、新店舗カラオケボックスを準備中、準備中ということですね。ここはね、はい、いろんな人にカラオケを歌いに来てもらう。いや、歌いたい。結局一回も僕歌ってないんですよ。そうでしょ。だからここはもう、はい、イベントです。カラオケイベントやる。じゃあぜひぜひ。ぜひぜひ、だから今後も坊ちゃんも街に、私、はい、はい、来ていただいてね、ヘルプとして出勤というかうさせていただきたいなと思いますので。そう、なんか昼の部、夜の部みたいな。いやいや、楽しそうですね。うん、いやいや、よろしくお願いします。はい、ぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。あ、ごめん、うん、そうだ、告知を先にするっていう話をしてたのに、うん、すっかり先にね、うん、姉妹店の紹介をしてしまいました。申し訳ございません。そうなんですよ、さっきからちょっとね A3 のお話してますけれども、うん、今日からまあちょっと告知になるんですけどね、うん、A3 というアプリゲーム第3部12幕後半ということで、3部の完結の物語が、ちょうどね配信されておりますので、皆さん、今まさにやってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけどね、うん、ぜひぜひ、まだ A3 やったことないよっていう人も、うん、この機会にぜひね、今ならバンバンレ、レベル上げられるんで、ストーリーもサクサク読めるので、まあ、ちょっとね3部まで到達するのに結構ちょっと経験値というか、うん、ちょっとお時間かかっちゃうんですけれども、ぜひねこれを機会にいいプレイをしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、ファルゾーニの YouTube チャンネルもありますので、うん、こちらの方もねよろしくお願いいたします。ということで、数分間の休憩を挟みまして、また営業を再開します。ここまでのお相手は酒井光大とファルゾーでした。ありがとうございました。わけはだー。